デュアン・オールマン、ハワード・デュアン、オールマン、ホワード・ズワネ・オールマン、1946年11月20日、1971年10月29日は、アメリカのミュージシャン、ギタリスト、弟のグレッグ・オールマンだと結成した、オールマン・ブラザーズ・バンドのリーダー、リードギタリストとして活動、セッションミュージシャンとしても知られ、キング・カーティスや、アレサ・フランクリンを、はじめ、 数多くのミュージシャンの作品に参加した。デレクザ・ドミノスのアルバム、愛しのレーラでは、ギタリストとして重要な役を果たしている。彼のスライドギターによる即興的な演奏は、多くのミュージシャンに多大な影響を与えたが、1971年に交通事故死した。24歳没。名前は、デュアンよりも、デュエインとする方が、言語の発音に近い。 愛称は、スカイドッグ。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第2位、2011年の改訂版では、第9位。テネシー州、ナッシュビル生まれ、デュアンが3歳の頃、家族でバージニア州ノーフォークに移住。父のウィリスは、アメリカ陸軍の軍人であったが強盗に殺害された、犯人は、 家族がノーフォーク移り住んだその日に知り合った退役軍人であった。母親のジェラルディンと子供たちは一旦ナッシュビルに戻り、1957年にはフロリダ州デートナビーチに引っ越した。10代の頃、弟グレッグが弾いていたギターに興味を向けるようになった。グレッグは隣人がカントリーミュージックを弾いているのを聴き、ギターを手に入れていた。 デュアンが13歳の頃には兄弟でチャックベリーの曲などを人前で演奏するようになった。1959年に兄弟でナッシュビルの親戚を訪ねたとき、彼らは B、B キングが出演したロックンロールショーを見に行き、すぐにブルースの魅力に取り憑かれた。1961年、オールバン兄弟は本格的な演奏活動を開始、 いくつかの地元バンドに参加したり、自らバンドを組んだりした。まもなく、デュアンは、高校を辞め、家で、ギターの練習に集中した。彼らは、エスコーツなるバンドを結成し、後に、オールマン・ジョイスと改名する。1965年、グレッグが高校を卒業した後、オールマン・ジョイスは、南東部のナッシュビル、セントルイスなどを拠点に演奏活動を続け、バンドはさらに、 アワーグラスと改名。アワーグラスは1967年にロサンゼルスに本拠を移した。ここで2枚のアルバムを制作したが、満足のゆくものではなかった。当時彼らが所属していたリバキレコードは、アワーグラスをポップバンドとして売り出そうとし、よりブルース志向の演奏がしたいバンドの要望を無視した。アワークラスの曲のいくつか、ズアネ、オールマン・アンソロジーと、 同ボリューム E、またオールマンブラザーズバンド、ドリームスに収録されているは、リバティから発売されたものとは根本的に違っている。デュアンのギタープレイは1960年代の様々なアルバムに収録されており、これらの中には後にオールマンブラザーズバンドで日の目を見る堂々とした存在感が現れている。田島ハールの演奏や、 ブラインド・ウィリー・マクテルのステーツ・ボロ、ブルース、ジェシーエド・デイビスを聴いて、彼はスライドギターをレパートリーに加えた。スライドギターは後にオールマン・ブラザーズ・バンドのトレードマークになった。スライド演奏の際、彼は薬のソラビンを指にはめた。このスタイルは後にロリー・ギャラガーやデレク・トラックス、レーナード・スキナードのゲリー・ロッシントンらが取り入れた。 1968年にアワーグラスは解散。デュアンとグレッグはフロリダに戻り、ホークロックのスタジオ31ショートトーンオブフェブラリーでデモセッションを行った。31ショートトーンオブフェブラリーにはドラマーのブッチとラックスがいた。グレッグはアワーグラスの契約を果たすためにカリフォルニアに戻り、その間にデュアンは1ヶ月間フロリダを回ってジャブをしたバンドは作れなかった。 デュアンの演奏は、アワーグラスの2枚のアルバムとアラバマ州、マッスルショールズのフェームスタジオで1968年初めに、撮られた、アワーグラスセッションに収められ、フェームのオーナーであるリック・ホールの耳に入った。1968年11月、ホールは、ウィルソン・ピケットのアルバムレコーディングのために、デュアンを雇った。その際、デュアンは、ビートルズの、平柔道をカバーすることを提案。 当初は乗り気ではなかった、ウィルソンも、デュアンたちの演奏を気に入りレコーディングを実施。同曲は、ウィルソンのアルバムタイトルにもなった。ちなみにデュアンのニックネーム、スカイドッグ、スコヨードグは、このレコーディング時に、ウィルソンがデュアンの演奏を称賛して呼んだ、サイイモンと、もともとその用紙から呼ばれていた、ドッグをブレンドしたものと伝えられている。このアルバム、ヘ、hey! イ、ジュードの演奏をきっかけに、 デュアンはマッスル・ショールズのフルタイムスジオミュージシャンとして雇われることになり、エリック・クラプトンだと知り合う。ヘイジュードにおけるデュアンの演奏は、アトランティックレコードのプロデューサーで経営者のジェリー・ウェクスラーを驚愕させた。リック・ホールからデュアンの演奏を聴かされたウェクスラーは、アトランティックの R&B アーティストたちとのセッションに彼を使いたがった。デュアンはこれ以外にも、 数多くのアーティストの作品に参加して、注目を集めた、クラレンス・カーター、キング・カー・アーティス、アレサ・フランクリン、オーティス・ラッシュ、パーシー・スレッジ、ジョニー・ジェンキンス、ボズ・スキャックス、デラニー・イー・アンド、ボニー、ジャズ・フルート奏者のハービー・イーマンなど、ヘイジュードを録音した後すぐに、ボズ・スキャックスのロー・ミー・ア・ダイムに参加した。初めてのアレサ・フランクリンとのセッションのために、彼は、 ニューヨークへ旅立った。1969年2月、フィルモアイーストでジョニー・ウィンターのステージを見る。その時、デュアンはマッスル・ショールズの同僚で、ギタリストのジミー・ジョンソンに対し、1年後に自分はあのステージに立つだろうと語った。オールマン・ブラザーズ・バンドは実際その年の12月にフィルモアで演奏した。デュアンは、 フルタイムのスタジオミュージシャンの仕事に不満を感じるようになった。マッスルショールズでの数ヶ月は決して無駄ではなかったが、偉大なアーティストやプロミュージシャンとのレコーディング以外は自分の演奏に磨きをかけるため、湖のほとりに借りた小屋で多くの時間を一人で過ごした。フェームスタジオでは R&B ジャズドラマーのジェイモ・ジョハンソンに出会う。ジェイモはコー,ーティスレディングのマネージャー。 フィル・アルデンの強い勧めでデュアンに会いにやってきた。デュアンとジェイモはシカゴ生まれのベーシストベリー・オークリーをフロリダから呼び寄せ、三人でセッションを始めた。しかしベリーはすでに自分のバンドで活動しており、このバンドにはリッキー・ベッツがいたフロリダへ戻っていった。デュアンはジェイモと共にフロリダのジャクソンビルに戻り、ブッチ・トラックスの下に移り住んだ。すぐにこの人に加え、 リッキー・ベッツとベリー・オークリー、リーズ・ワイナンズが参加。ボーカル兼キーボードとして、ロサンゼルスから戻ったグレックが加わり、1968年3月末、オールマン・ブラザーズ・バンドが結成された、ワイナンズは、後に、スティー・イ・レイボーダブル・トラブルと一緒に活動したオルガン奏者としてよく、知られるようになった。わずかなリハーサルとギグの後、6人組は、ジョージア州、 メーコンに移り、4月にはウォーデンにほど近い、カプリコ・オン・サウンド・スタジオに移った。メーコンに住んでいる間に、デュアンはドナ・ローズマンと出会い子供も儲けた。しかしほどなく彼らの関係は終わりを告げた。オールマン・ブラザーズ・バンドは、1970年代の最も影響力あるバンドの一つとなった。ローリング・ストーン氏のジョージ・キム・ボールは1971年、オールマン・ブラザーズ・バンドを、 過去5年間に現れた、この国のベストバンドと評している。数ヶ月のリハーサルとギグ、この中には、メーコンセントラルシティパークとアトランタピードモントパークのフリーライブも含まれるの後、1969年9月にニューヨークで、ファーストアルバムのレコーディングを開始2ヶ月後に、オールマンブラザーズバンドとしてリリースした。ハードなツアーの中盤、セカンドアルバムのレコーディングを、 メイコン、マイアミ、ニューヨークなどで進めた。大部分がトム・ダウドによってプロデュースされたセカンドアイドルワイルドサウス1970年夏に発売された。オールマン・ブラザーズ・バンドがマイアミでコンサートを行った際、デュアンはエリック・クラプトンの愛しのレーラに参加するチャンスを得た。クラプトンは長い間デュアンとの共演接望しており、当時マイアミでトム・ダウドと レーラの作業を始めたばかりであった。ダウドはクラプトンにオールマンブラザーズのコンサートを見に、行く様子よく進め、ここでクラプトンとデュアンは知り合った。二人はライブ終了後スタジオに戻り、夜を徹してジャムセッションを続け、デュアンとクラプトンはすぐに信頼関係を築いた。デュアンは数多くのアーティストのアルバムに参加したが、クラプトンとの共演は彼の 最もよく知られた作品の一つになった。デュアンはクラプトンからメンバーになるよう誘われたが、彼はオールマンブラザーズバンドを離れることはなかった。彼はデレクザ・ドミノスとは一緒にツアーをしなかったが、1970年12月1日にカーティス・ヒクソン・ホールで後日を飲んだがカウンティーはメモリアルで彼らと共演した。デュアンはインタビューに答え、 愛しのレイラにおいて誰が何を弾いているのか聞き分ける方法を述べている。それによるとクラプトンが弾いているのはフェンダーのパート、自分が弾いているのはギブソンのパート。フェンダーはスパークリアーサウンドで、ギブソンはもっと全体が噛高かい音に傾いている。1971年3月、オールマンブラザーズバンドはフィルモアイーストライブを録音した。このアルバムは あらゆるライブアルバムの中でも偉大な作品の一つである。デュアンはその後もできる限り他のアーティストのレコーディングに参加した。彼の伝記、スコヨードグによると、彼は前触れなくスタジオを訪れ、そこで行われている他人のレコーディングに飛び入れ参加するという癖があった。彼は報酬は受け取ったが、レコードのクレジットに名前を載せなかった。そのため、 彼の参加作品を完全に把握するのは事実上不可能である。フィルモアイーストライブが夏に発売され、バンドに初めての成功がもたらされたわずか数ヶ月後の10月29日、メーコンでの休暇中に、デュアンはハーレーダ・ダビッドソンを運転中、目の前で急停止したトラックを避けようとして衝突、バイクから投げ出された。その後病院に運ばれたものの内臓損傷により、 数時間後に死亡した。25歳の誕生日を数週間前にしての事故であった。遺体はジョージア州メーコンに埋葬されている。デュアンの葬儀から数週間後に服した後、残された5人のメンバーはオールマンブラザーズバンドの存続を決めた。彼らはライブを再開し、デュアンの死によって中断していた。レコーディングを終わらせた。 1972年2月に発売されたイートアピーチは2枚組でライブ曲とスタジオ曲が収録されている。1枚目の A 面はデュアン抜きの5人によるレコーディング。1枚目の B 面に収められたマウンテンジャムは AT フィルモアイーストの収録日に近い3月中に録音された。このアルバムのタイトルはデュアンが生前インタビューで発した言葉を元に名付けられた革命なんてないよ。 発展があるだけだ。だけど、いつでも俺は、ジョージアにいて、平和のために桃を食べるのさ。リュアンの様々な仕事は、彼の死後カプリコーンから発売された、ズアネ・オールマン・アン・アンソロジー、ズアネ・オールマン・アン・アンソロジーボリューム E で聞くことができる。1973年、ミシシッピ州、ビックスブルグ近くの週刊ハイウェイ20に沿って、 何人かのファンが、サガンの土手に、大きな文字で、リメンバーズアネアルマンと彫り、その写真が、ローリングストーン氏に公開された。彫られた文字は十年以上そのまま残った。1998年、ジョージア州議会は、デュアンに敬意を表して、メーコンの州幹線道路19を、デュアン、オールマン大通りにする案を可決した。デュアンは一般に平和主義者とみなされ、 バンドの仲間たちからも尊敬されていた。十代の頃から成人になるまでずっとヒッピーで、ロード・オブ・ザ・リングや政治、哲学の本や詩集などを熱心に読んだ。彼は、ロード・オブ・ザ・リングに登場するエルフの名前をもじって、子供にガラドリエル、ゴラドリエルと名付けた。彼は十分な教育を受けていなかったが、そんな彼について、機材運搬やバンドマネージャーとして彼と付き合ったウィリー・パーキンズは、 デュアンは自分のことを読書や旅から獲得した知識を持つ路上の学者と呼んでいたんだよと述べている。デュアンが愛用したギターはロンドンのハードロックカフェに保管されている。娘のガラドリエル・オールマンは2013年にデュアンの演奏129曲を集めたアンソロジーボックススコヨードグザズワネ・オールマンレトロスペクティブを共同監修、プロデュースした。 また2014年には、生前のデュアムを知る人々への取材をもとに、電気、Please be with me, A song for my father, ズアネ、オールマンを上司した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。